こちらにいらっしゃったのですね。あなたがお目覚めになったとの知らせを受け、一度こうして集合いたしました。そのご様子では水晶光についての説明はもはや不要でしょう。過去をご覧になったのですね。私たちもウリエンジェから聞いたんだ。水晶光の正体、彼の願いを。真相を黙していたことについては一切の弁解をいたしません。いつかあなたが水晶光の計画の全容を知ることがあれば、いかなる罰でも受ける覚悟で彼に協力いたしました。今でもその決意に変わりはございません。ですが、真相を知ったあなたは私を糾弾するよりも嘆くよりも先に行動しようとしている。なればこそ私をどうかお連れください。この身、この知恵をもって必ずやあなたの力になりましょう。あなたが以前危険な状態であることは承知しております。それでもその足が進む限り共に参りましょう。私は賛成できません。ウリエンジェがついていくことではなくて、あなたが出かけることが心配です。私は本当に応急処置しかできなかった。何のきっかけでまた光が暴走してしまうか分かりません。だからどうか少しでも安静にしていてください。解決方法は私たちがきっと探してきますから。きっとって何よ、私たちには当てすらないじゃない。アリゼ、リーンは分かってる。分かってるわよ。私だってリーンと同じ気持ちに決まってる。だけど敵もしないことを約束するのは優しさなんかじゃない、ただの嘘よ。現に私たちはこの人が目覚めるまで死ぬ気で解決方法を探そうって決めて散々駆けずり回って、でも何もつかめてないじゃない。それなのに行くななんて言えない。だからせめて私は、私たちも君と共に行くよ。希望を見つけ出すのにだってまず歩き出さなければならないのだから。他に知るべもないのだもの。あなたは自分の思うようになさい。私たちはそのそばで目となり力となりましょう。一縷の望みだって見落とさないようにね。お前もそれでいいな。俺たちにも何かできることはねえか。
事情はさっぱり分かってないが、大事な戦いの最中なんだろう。水晶光が戻るまで私たちが代わりに闇の戦士様の役に立たなくっちゃね。彼らに事情を話したのかい？いえ、そういうわけではないのですが。はっきり言われなくたってみんななんとなく察してたさ。なんてったってお前たちが向かった先から夜が戻ってったんだからな。俺は最初に水晶光の同郷を名乗られた時からそうじゃないかと思っていた。コウはずっと誰かを待っていたから、それがついに来たのだなと。自分はその水晶光があなたをお迎えに行った時からただ事ではないと感じておりました。コウがあんなに嬉しそうに走っていく姿など生まれて初めて見ましたゆえ。私も。自分だって、あなた方と水晶光が本当はどこから来てどうしてこれほどのことをしてくれたのか、僕けれどみんな心から感謝しているんです。だからあなた方の力になりたいし、コウがもし今辛い思いをしているなら助けて差し上げたい。何か。さすがにこの人数を連れてはいけないと思うけれど、いかがかしら闇の戦士様。
サハヴィランビスメール。おお、君らそういうメールはね。あの、たぶんね。ファレンシロー・ウィスロン、アッダシ・アイルイナル。バウンス・アスリー・オフォーソン・イルグーイス。妖精語はわからないけど、あんまり気乗りしないって感じね。私のスネアクったら、ついに学んだのね。それに、あなたならきっと進むことを選ぶと思っていたわ。本当に可愛い人。もちろんお手伝いしてあげるのだわ。戻ったら肺でこの子の歯を磨くこと、礼儀を忘れてはならないのだわ。ええ、承知しております。妖精王、あなたにも深い感謝を。さあ、交渉は成立。出発の時間だわ。振り落とされないようしっかり捕まるのよ。その旅路に我ら妖精の祝福を。インバ、きっと無事に戻ってね。おお、ファルローズ、バネンナルシーサー、デュシタルマイ。戻っちまったな。何もかも仕方ないんじゃね。全部は変わりっこなかったんだよ。今さらさ、ユールモアの連中がちょっとマシになっただけでも歴史的大事件だったと思うぞ俺は。けどよ、大昇降機が動いた時のあの感動、巨大タロースが立ち上がった時のあの衝撃、忘れられねえんだよな。
わっ、なんだあれ。おい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 、なんかすっげーのが飛び込んでったな。おい、ちょっと待った。こいつはえらいこっちゃ。おお、あらら、手伝したは。エリハルブーシー、サンネ、アクトラソン、ヤスネ、足りない。ビスマルクの吐いた息は国風界の底に巨大な気泡を生み出した。あらわになった決戦の地、テンペスト。空が再び光に覆われた今も、ここはどこか薄暗く、いつか光は嫌だとぼやいた男がどこかにいることを予感させた。その終着点に向けて、英雄は今最後の冒険を始める。